はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。 PG88 のサバッシュですね。パター82やっていきたいと思いますね。ね、もう二十数年経ってね、こうやって結構ゲームがね、もういろんな人に当たり前のようにね、テレビゲームを受け入れられて、中で戦ってるんでしょうね。もうこの今も王の呪文を取って書いてつつも、もうなかなかめんどくさいですね。今のゲームでこんなことやったらやばいよね、本当にね。かなりめんどくさいです本当にね。これまあワンダリング出る時、レベルが低い時だったらね、かなりさらに頭くるんじゃないでしょうかね。一応ね、じゃあ上見てみましょうか。せっかくなので、王の呪文という方を覚えておいて、あなたとペラ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 喋りまくるのがいいんでしょうね。でこっちはまだいろいろあるね。広いな、ほんとサバシ広さだけはすごいですもんね。ほんとすごいわ。ホテルメンバーズでしたっけ、あのホテルも本当はいっぱいダンジョンに置きたかったんじゃないでしょうかね。そういう感じにしたかったんじゃないのかなと勝手に予測してみるんですけどね。容量の問題かな、ひょっとすると。ますけどね、このサバチョフロッキー3枚 ?2 枚 ?3 枚たもんでね、今のスマートフォンのね解像度一番良くしたら、まあ iPhone ぐらいの解像度だったらね、 iPhone で一番いいぐらいの解像度だったらね、その写真1枚の方がでかいんですよね。容量的にね10メガぐらいいくでしょ、今のスマホの本当に綺麗な画像ね。写真1枚にも容量が匹敵しないっていう感じがね、考えたら恐ろしいですけどね。今本当にね、もう大海原のようですもんね、この容量っていうかね。あ、なんか来た。あ、お金ね。でガパパオ、あ、ブーピューピューか。なかなかサクサクはやっつけれないんですよね。1人が4回攻撃して1匹倒せるってわけでもないんですもんね。なかなかね。よいしょ。さあ、あと上。もう王の呪文っていうのが間違いないでしょ。ゴールがね。確かまだ上行きますから。まだまだあんのかい、これ忘れてしまいそうだけどね。いい加減何本目から来たか。あ、敵さん置いてくるべきだったね。しま
まったな。目印にしとくべきでしたね。下に向けようとしたんですけど、やらなくてよかったですね。もうウッディが倒しちゃったんでね。はい、これ2本目だったかな。2本目かな。ちょっと経験値稼ぎさせてくださいね。なるべく敵がいるとこはね。これ終わったら、ああ、門に行って、ちょっと門の敵と相談して、門の敵強すぎたら第3司令部ですね。こんな感じかな。あ、こちらにまだね、まだ行けてなかった。おわえっと。ウッディがなかなか回復してもらえないですね。ああ、行った行った。ねえ、一人の攻撃だけではまだ倒せないんですよね。フルでもないか選べるから、指示は出せるからね。あの誰倒せとかね。だから細かいコマンドがないんで、もう戦術っていうのがないんですよね。本当に。だから強い敵出てきたら、やりようによって勝てるとかじゃなくて、ご利用せるかご利用せないかいうだけなんでね。本当、もう強い敵出てきたらもう。ほぼ確実にアウトになっちゃうゲームですね。この何です、サバッシュとか、まああとあれかな、エメドラは主人公一応操作できますけど、このオートの戦闘においてはかなりネットでも辛辣に叩かれてましたね。辛辣っていうわけでもないから、いやでも、うん、このオートを褒めてるところはなかった気がしますね。まあ私ぐらいじゃないですか。ひょっとしたら楽っていうところって言ったんだけど、ね、何もしなくていいっていう。はい。あ、今日の売り上げ22万までいってますね。あ、違った。ごめんなさい。さ
まだ上あるのかな、もういい加減どう、まだある、あらなんか嫌なん来ちゃった、うわーやらしいなこれ。これでウルヒールできなかった、しなかったからどうすんだい、本当にヒールしてたらよかったんだけどね、ウルがね。あーバラバラで攻撃してるね。早送りないかなこれが目いっぱいの早送りなんですもんね。これしないな、あ、したか、よかったよかった。もうあまりにね、あまりにぼーっとしちゃってね、2時間ぐらい前のコーヒー手つけの忘れてましたね。よいしょ、あ、来た、お金ね。でまたガーパオ、あや、ブーピューピューだ。ああやるなあ言ってみるもんだね何の根拠もなかったけどどん付きはブーピューピューなんかな、で途中はガーパオパオなんかな。もうね暇すぎてね、そんなことしか、そんなこと考えちゃうもんね。ちゃうとおかしい動きしちゃうね。まだ上あんのかな。まだあんの、あ、ごめんなさい、わーやっちゃった、これ最後だね。削ら、あら、まあ、どこ行くのこれ、あ、ひょっとしたら宿来たー、お寺からポロコいらっしゃいます。ご休憩お泊まり、何が違うの、ちょっと待ってね。5 79 82でしょ、ストレングス9600ですよね。さあ戻るかな。はい、前金で10000T 預からせていただきます。シャフランド、こっちへおいでよと。じゃあマーディーたらば、私今夜はあなたと。と、何言ってんだい、おい、二人だけでいいムードになるなら、私たちが言うこと忘れるな。ああ、ムードぶち壊しだな。こいつ、クビにしようかな。本当にね。あ、しまった。山分けしちゃった。そうだね。焼け酒。酒なんで金が欲しいと叫んだくれやみの星子君が今日のペルセウス。ペルセウスってなんだ、星座かな、一瞬ベテルギウスかなと思ったんですけど、はいはい、さあ見ますよ。ああ、ストレングス変わってないやっぱりアジリティだけだね。ああよかった、いいねこれ、よかったね。ああ、王の呪文12000って、いや、いらないわよ。フード、サケテリアかザムザム、そんななんか足んない。ああこれじゃないね、いや全然足りてますね、全然足りてるんでいいでしょ。王の呪文ここでわざわざかな、んでこれがあるのかいひでえなあ。まあでもよかったですね。あー、これでアジリティがついたのでなおさら攻撃を受けにくく、ここだ、違ったかな、あと1本、もう1本したかな、違うわ、絶対違うわ、そ
早々にいたもんね。いや正解でした正解でした。すごいね。あい、あいやいやいや、あいやいやいや、これ連続で入っちゃうんだよね。はいはいはい、さあ行くわよ。ね、こっちだよね。でまた帰ってこないといけないのかな。もう一個あんのかな。あー、このパートで終わらしたいけどね。終わらなかったらどうしよう。もう次のパートまた行っちゃうの、やだな。はい、あるのかな、あるのかな。今はね、はい、ない。いや甘いな、きっと私は甘いですね。このゲーム絶対あるわ。最後の最後であるんだこれね。あると思うんだけどついつい行っちゃうんだよね。ほらあった腹立つなあ、もう腹立ってきちゃった。本当にどんだけ巻き戻させんの。もうでも本当ホテルあってよかった。ここそこだけは、ああそこだけは本当に、あれ1万2000円でね、上で買った、買えてたでしょ。大の字もあれ買っても全部が通るわけじゃないよね。一つずつまた買いに行かないといけないんだよねきっとね。え、ほんとここの時は園長さんいたんだろうね、チームにね。園長さんなんかね、いただいた話によれば 80% 8割方ぐらいまでは参加してたということですもんね。じゃあまだ26だったらまだまだ半分もいってないと思いますんで、あれでしょうね、園長さんいたんだろうね。こんなめんどくささを考えたのは誰だ、スタッフの中でもね、誰なんだろう。はい、もう一回行くんだろうね多分。分かってても、あやらしいでこれかいやーひどいなー。でまた呪文がいるのかな、いるんだろうなあ。いる、いるわ、あ、雨グランブムのガーミホ喧嘩、あーカッパ見破られたが、カッパが悪かったな、意味られるのが嫌だったんだとね。すいません、これカンニングしちゃいましたね。さあ頑張ってください。また王の字もいるんだよね。カッパって、あ、カッパオス、カッパメスっていたんじゃないかな。つがいで言うんだよね、ここ確かね。思い出しちゃったけど。ああ、宿あってよかったね、アジリティが上がってね。ほんとよかった。すごいね、ガンガン当たったね、今ね。ああ、ハーベルに行かないで。ハーベル死んじゃう。あ、ナイスハーベル。何してんの、あのバカ。何がナイスハーベルだい。意地が2回使いやがって。さすがのシャフルナーズもやばいわ。ちょっと待って。危ない。危ない、危ない。シャフルナーズキラーだな。やっぱマーディはウッディの廉価マンだね。食らう食らう。全てにおいてマーディ勝てないんじゃない。あ、マーディはウッディに勝てないんじゃない。これは戦えるのかな。冗談やめてくださいだよね。あ
あーこれ最後と思いたいけど、あーもう一個あるわ今見た、3つ。ひどい、あと3往復しないと最低でもいけないんだ。ひどいゲームだな、これこのパートで終わらないわ。よくこんなの解いたな昔に。ちょっと解いた自分を褒めてあげたい。でこれをまた実況しようと思った自分を呪ってやりたいね痛み忘れるからね、20年も経っても忘れるよね本当に。でこれをまた渡してるからこうなんだよね。もうあのグランババ人ちょっと連れて行きたいね、持ち運びしたいわ。すごいね、実は今日はこの2パート、いつもね1日2パートにしようと思ってるんですね、サバシの場合は。だけどね今日もうすでにね4パート取ったような気がするんです。次で多分5パート目ですね。あらもうすごい取りだめになっちゃう。ダンジョンセーブできないもんね。うわーこれほんと移動だけで大変だわ。いやーもう一杯コーヒー沸かそうかなはいはい、もうマーケット肉屋も見えてっから本当に。はあ頭くるな。もうあたまんない、あーたまんないこれね。ほんとね当時のメンバー、これ作った開発者たちはもうもちろん私より年上ですけどね、ああもう皆さん50超えてんじゃない。もうともう目の居酒屋とかでおったら説教してやるけどね、なんでこんなの作ったってね。園長さん前にいても説教しそうだわ、園長師匠ね、あんたこんな暇あったら落語やりなよってね思わず言ってしまいそうだわ。そりゃザナドゥの広告に出てたよね、ザナドゥのなんだろう、ザナドゥの、まあ、家紋じゃないけど袴着てね、紋付きじゃないけどザナドゥの門が入った、もう門のようなものが入ったね、袴着てやってましたよね。あこれなんか見えた、お金減ってるわあれお金が減ってる音だ、ケチとか言われるもんね、断ったらね。あーつくつくなんかもう腹立ってくるなもうすごい人を魚でするゲームだねこれね。まあそこまで、開発現場はそうなっちゃうぐらいに荒れてたんだという思い込むことにしておきましょうね。だからすさんでしまったんだと、皆さんの精神がすさんでしまってこんなの人間欲しいになるようなゲームになってしまったんだと思い込むようにしておきましょうね。ポイントがえらいことになってます。もうザムザム投下しますからいいですけどね、本当にね。でこれでもう一個だね、もうあでも戦闘してる時よりも喋れるね、愚痴ばっかりだけどあ久しぶりだねこんなに戦闘がない実況ね、サバッシュで。あ皆さんゼロになっちゃう、あウルがいるから大丈夫か。その3つ目を超えても多分もう一個最後にある気がするね、まあ、あれ勝手に最後と思い込んでる私も悪いけどね。あそうだカンニングしちゃおう。今回これをね教えていただいたサイトはね、あれなんです、地図載せてくれてるんでね、
何個いいんだろう。あら、あ、残念、そこの地図はないのかな。あ、多分なんか最後かな、これ。勝手に私が地図を解釈していってますけど、シャグルナーズはね、え、何歩減るのかな。一応見ときましょうか。553,625。ああ1万減ってたんだね。なんだろう、このやるせない。1回につき1万取られてたのね。しいなあ。なんだろう、遠く見ちゃうね。あ、早く家帰ってご飯食べたい。お腹ペコペコですね。もう26分もしちゃってるんで、ね、一回止めます。PC88 のサバシですね。パート82、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。